ォン2009お見逃しなく。 JFA 日本サッカー協会が誕生しておよそ90年、 J リーグが�誕生して16年、日本サッカーは確実な進歩と栄光の階段を上り続けています。中でも日本サッカーが達成した偉大な記録、1968年メキシコオリンピックで獲得した銅メダルは今や伝説となっています。しかしこの伝説の銅メダルの他に、日本サッカーが忘れてはならない偉大な栄誉がありました。それは世界で初めての受賞となった FIFA フェアプレー賞。この番組では日本サッカーが世界に誇るフェアプレー、この精神のもとに現在の日本サッカーを築き上げた人々のあの時あの場面の記憶をたどりながら、日本サッカーの過去と現在そして未来を見ていきます。18回の証人は快速左ウィングとして世界に衝撃を与えた銅メダル戦士杉山隆一さん。杉山さんのフェアプレーの記憶とは。僕は小学校まで野球やってて、で、まあ野球はね厳しいぞと、いやそんな厳しいならやめるかっていうかね。だから中学へ入って3ヶ月ぐらいは今の言うもう帰宅部もう全然運動しなくて、でやっぱり家帰ってもね面白くないし、なんかそれで何気なく運動しようかなと思って、で他人の先生になんかスポーツやりたいけど、どういうスポーツがね中学の部活があるかって言ったら、いいじゃない、サッカーやれと。まあその時は週休だけど、なんで週休、どういうスポーツですかって言ったら、まあ足でボールを蹴るね、まあ手を使わないスポーツっていうかね、極端に言えばそういうことだと。で、監督さんっていうか先生は誰ですかって言ったら、いや俺なんだって。その先生がたまたま監督をされていた。でその先生がものすごいね兄貴的なね雰囲気を持った先生だったんですよ。で自分が、まあ兄弟5人で、姉が2人、妹が2人で、自分個人はものすごいこの兄貴というね存在感に憧れていたんで、まあ、そのイメージがその先生に、あったんですね。でそれが一つの出会いときっかけですね。スポーツといえば野球だった時代、当時サッカーを取り巻く環境はどのようなものだったのでしょうか。もう我々の時代っていうのはもう1年10年先輩後輩の縦のね絶対命令なんで、もう1年間はボール拾い、もう全くボールを蹴らしてもらえない。で1年生はともかくその上級生が技術的なプレーをしている時は、マラソン、それでフォーメーションのトレーニングになると全員が周りを、野球でよくわー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 言ってますよね、我々はもうそういうボール拾いで、田舎ですからグラウンドの周りは全部田んぼ畑なんです。だからもうネットを全部飛び越えて、ボールが田んぼなり畑なり、それを全部ダッシュで走ってボールを拾いに行って、先輩の足元に置いたのがボール拾いなんですよ。今のように手渡し蹴って渡す、そんなことはありえない。もうともかく先輩の蹴ったボールを必死に、それが結構インターバルになってるんですね、結果論はね、はい。昭和33年名門清水東高校に進学。しかし意外なことに当時の清水は今ほどのサッカー熱はありませんでした。もう清水自体が高校もそんなにサッカーで熱を入れてる高校はないんです。
清水で東でも、逆に中学でトレーニングした選手がほとんど清水商業とかの方が多かったですね。そしたら清水東から来ないかと、やっぱ憧れますよね。商業が悪いわけじゃなくて、やっぱりランク上の学校でみんなやっぱりできれば高校は東高行きたいっつうけど、頭の問題とかレベルの問題もあるもんで。でも清少の方がレベルがもうみんな選手が中学のいい選手が行ってましたから、その当時東高は僕が入った時にはサッカーの経験2人、僕ともう1人ぐらいで、先輩も5、6人は中学のキャプテンが何人かいたと。だから全体のレベルっていうのはもう全然低い。だからあとはその当時福井先生っていうのが監督さんで、でたまたまその先生がドイツの知り合いの方に向こうからそのサッカー専門誌を取り寄せて、で、サッカーを勉強したと。で今いうそのまあ簡単に言うと三角パスっていうか、まあトライアングルっていうんですが、そういうのをね高校の時にねその先生がね教えてくれたんですよ、取り入れたんですよ。そのトライアングルパスが全国どこの高校もそういうコンビネーションっていうのは使ってるチームはない、知らない。でその時に関東東関東大会っていうのがその当時ありまして、それ一つだけね武器にしてね乗り込んだんです。でその当時僕の今の記憶だと秋田商業っていうのは強かったんです。でそことやってそのトライアングルパスがすごい通用したの。ただそれ以外は通用しなくて、まあ 1-0 ぐらいで負けたんですけど、その局面のプレーはボーなんつってね監督さんがものすごい喜んで、それは素晴らしかった。昭和33年、清水東は国体で初の全国制覇を果たしました。1年生でチームの主力として活躍した杉山さんは一躍その名を全国に轟かせたのです。杉山さんの代名詞快速ドリブルが生まれたのもこの頃でした。ほとんど僕は運動靴でプレーしたんですよ。まあ今のようなねいい運動靴ならいいんですが、もう非常にね布の悪いで、まあ軽いし、でその準決勝決勝がね雨のゲームだったんですよ。でその大会を岡野俊一郎さんが協会の立場で見に来ていたらしいんですが、なんかとてつもないねこの雨の中で運動靴でしかも滑らずぶっちぎってドリブルするバカみたいなやつがいるっていうのが僕だったらしいんですよ。普通なら運動靴だったらね滑りますよね、それがもうほとんどまあ、その辺下半身が安定というか強かったというか、朝起きて、学校行く前に早朝練習、要するにマラソン20キロで学校行って、で学校の練習、もうボールがない時代ですから、そんなにともかくチームの練習が始まる前に1秒でもいいから一度でもいいから人よりボールを多く蹴ること、ドリブルすること、まあそういうのを割とその子供なりの自主的なあれをやり始めて、で終わってで少しでもまたボールを蹴ると。で今のような時代と違ってシュート板なんてないわけで、ちょうど学校のプールがあってプールの壁にぶつけて蹴って跳ね返りをコントロールしてっていうか、もう一人でこうやれる範囲ドリブルとか変化も出した、まあ、そういうのは結構自分でやる以上は人と同じことをやってたら絶対なれないっていう、そういう感覚は持ってましたね。まあ、それが結果的に足の速くなる、あるいは田舎ですから、ちょっと100メートルから200メートル行けば神社があり、ちょうど手頃の3キロから5キロのマラソンコースのようなアップダウンの山登り的なねランニングコースがあって、200メートル行けば、海水浴場があって砂場があって、もうそれをもう何回でもトレーニングっていうか、まあ、インターバルをやって、それで高校の時にその成果がものすごい速くなったんでしょうね。だから中学の時は、
100メートル12秒78、遅い方じゃないけど、で高校へ入って一度ぐらい測った時に11秒3ぐらいかな。でそういう成果で11秒フラットぐらいかな。だから陸上スパイクでも履ければ多分11秒切ったかもしれませんけどね。まあそういう、100メートルの速さは必要ないんでね。やっぱ10メートル20メートルが、瞬間的な緩急の速さが必要なんでね。しかもボールを持って快速フォワードとして全国にその名が知れ渡っていた杉山さんでしたが、本格的にサッカーの技術を教わったのはあの偉大なる指導者と出会ってからのことでした。僕もそういう生まれ持ったね、才能があったかどうかは別としても、決して足も速くなく、ね、テクニックもあったわけでもないし、普通の平凡な少年から、もう昔で言うと、今ほど理論的な指導者はいませんので、インサイドキックとかインステップキックとかってね、基本があるんですが、それを教わったのは代表候補に入ってクラマーさんが指導者として来られて初めてサッカーの基本基礎を教わったんですよ。それまではもう先輩なりあるいは先生が自分の大学の経験から体験で教えて、インサイドキックは横で、インステップは甲の上でっていう感じぐらいで、ヘディングはここでしっかり打てという感じだから、理論的にはもう本当に、東京オリンピック前にね、クラマーさんが強化の一環として来られて、初めてクラマーさんが模範を見せてくれて、そこで僕は本当に、あ、これが本当のサッカーの基本なんだ、基礎なんだと、17歳で初めて出会った本物のサッカー。杉山青年にとってクラマーさんから出るその言葉、そのテクニック、一つ一つが全て驚きでした。いろんなね、トレーニング、狙いはこうだとか、いろんなこう今までとは違ったね、トレーニング前の正論をね、なぜこういうトレーニングをするかと、ね、基礎なんだけど、でもこれはこういうゲームの中でこういう局面とこういう面で、あらゆる面でそういう基礎がしっかりできてないと、次のいいプレーはできない。だから単純に言えば、もうワンタッチボールコントロール、止める、蹴る、止めることはできても蹴ることはできても、それが敵に取られないような止め方、蹴っても味方に正確にパスが行くようなキック、ただ蹴れっていうんじゃない、そういう意識をちゃんと、ゲームを常に想定しながらこの基礎練習をしなさいと。で、あるいは逆に、1対1、相棒を捕まえて、まあ、2、30メートルの、まあ、キックの練習を反復練習するんですが、その時には練習ですからという意識で敵がつけないですよね。だからそういうところがゲームを想定してないと、こういうふうに分かれてお互いにボールを蹴り合ってるけど、常に蹴った後は今度は味方の方から自分に受ける立場だと、来る蹴るという瞬間に反応しろと、とどうっていうのは、敵に後ろがいないけどいると想定する、これがゲームを想定するっていう、まあ、単純なことを言うんですけどね。だから常に周りが目があるように、周りが見える選手はプレーの幅も広いと、でそういう意識をこう見ながらプレーするようになって、ボールが弱かったら半歩でも近づいてプレーしろと、もし敵がいたら、ボールが弱いからって待ってれば楽だけど敵にカットされる。だから常にゲームを想定してないと、単純の練習のための練習と、それはもう国際試合には通用しない。まあ一応ね、こうその当時の合宿といったメンバーは一応代表候補ですからね。でも日本のサッカーの個々の選手のレベルっていうか感覚はそれぐらいマイナーなんだね。そして東京オリンピックを3ヶ月後に控えた伝説の日本代表合宿、杉山さんは
あのベストパートナーと出会うのです。ケミガの合宿ですね、東京大会の前の2ヶ月の合宿で、その時にはともかくその後から聞いた話ですが、その鎌本のシュート力で杉山のトップスピード、これは結構国際的にのレベルでも通用すると、ただ鎌本は右はすごいと、でも左はまだ 70% だから、ともかく右左、右はもう 90% その一つの形を持って、一瞬フリーになったらもう角度を決めたシュートが枠へ飛んでいくと、まあ、左がまだ70ぐらい、これはやっぱり精度を上げて左も枠へ飛ばせるような結果を出せば国際的な通用する選手になると。で杉山はトップスピードは素晴らしいと、ただプレーの幅がない、走る速さはすごい、ただ直線に速いと、でただ走るだけじゃないんだと、陸上じゃないんだからといって、常にボールを持って今のそのトップスピードになるようなスタートからいけるような瞬発力があるけど、そういうトップスピードでボールを持って相手を抜き去るようなプレーの幅、それにはドリブル、直線じゃなくて幅を持ってた、それともらい方の受ける前の動き、余分な動きかもしれないけど敵は常にいると、それをどううまくかわしてスペースに走ってもらうかと、でそこで走って出てくる出てこないは次のペアの呼吸の問題だから、今はそうじゃなくて、もういかにその敵を外してスペースに走り込んでもらうという、そういう動き、それにはそのプレーの動きの幅変化、そういうものが絶対必要だ。だからもうクラマーさんと最初はもうチームが終わった後、毎日ですね、200本センタリングですか、パス&ゴーパス&ゴーっていう昔のクラマーさんの、もう全国でもそういう流行語のようにパス&ゴーパス&ゴーと、パスしたら走れた。で右の方は渡辺さんと松本が2人で交互に、左は僕だけなんですよ。で僕はずっとインターバルなんですよね。でセンターフォワードが鎌本と、桑原康之っていうのが2人いて、交互にこうシュートするんですけど、ともかくどんなボールでも鎌本は枠の中に蹴りなさい、ナイスシュートっつってポストへ当てたり、バーへ当たったり、かすっていった、それは素晴らしいキックで終わってしまってゴールにはならない、たとえゴロであろうが、どんな悪いシュートでも枠へ行けば、万が一キーパーがハンブルすればゴールにつながる、ナイスシュートっつってみんな喜んでるけど、ダメ、ナイスシュートじゃなくてナイスゴール、だからともかくシュートは枠へっていうふうに彼はクラマーさんに言われてるわけで、僕は今度はもうニアフォア、どうやったら鎌本の動きアクションニアへ来るのかフォアへ行くのか、ドリブルしてる時には分かりませんよね。やっぱり日頃常にやっぱりこうボールを見てしまうもので、だから、クラマーさんはボールを見るんではなくて、ボールの2メートルぐらい前見てもボールは見えるはずだっていうことで、あの垂直に立って足元へボールを置けと、で目線をどん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 こう前へねやって、このボールがどこで見えなくなるんだとっていう、その単純な、明快な指導も受けたんですけど、でボールを置いてどん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 こう目線やったら、やっぱり 4,5 メートルを見ても前を見てもボールは見えるんですよね。クラマーさんの徹底的な指導で誕生した最強ホットライン、しかしそれは簡単にできたわけではありませんでした。今までもにないようなね、いろんな理論っていうかアドバイスがあって、で、まあ、ともかく鎌本がアクションで、どういうアクションをしたらニア、こういうアクションをしたらフォアっていうのはお互いにそのトレーニングで話し合って、
まあ喧嘩腰で、やりましたね。それは、鎌本が今よこせって言っても僕が蹴れる状況でないのにいくらよこせったって蹴れない、ね、俺の立場も考えろと、ね、受ける側の立場も俺も考えるんで蹴る側の立場もお前も考える。まあそれはお互いにものすごいですよ。そういう面では言い合ったですよ。だから逆に周りから見てるはあいつら仲悪いなってイメージで持たれた面もなきにしもあらずだね、うん、だからピッチでは結構どちらかというとお互いがカンカンカンって言い合ってる、僕と鎌本だけじゃなくてね。でそれ以外はものすごい和やかで、はい、そうなるといやピッチのあのね気迫、それが食事の時とか風呂とかそれ以外の休めの時にはものすごいこういい感じのねファミリーというかね。まあ結果的にはそれが東京のメンバーがほぼ変わらず4年後のメキシコにつながったというね、これは大きいですね。そういう同じ釜の飯、同じ仲間っていう意識がね。だからまあ長沼さんなんかはね一つのそのファミリーだったというね、まあクラマーさんもよく言うんですけどね、はい。高校2年から代表で活躍した杉山さん、当然いくつもの大学からお声がかかりました。しかし物事はそうスムーズには運んでくれませんでした。本当はね僕ね立教行く予定だったんですよね。で、その前にね僕はね関学にねもう 90% 来ましたんですよ。関西学院大学ってその時はねすごい強かったんですよ。でまあ親しいね先輩がおられて、でどうだって言ったから、いや取っていただければって。そしたらいやもう今だとその当時の全日本の監督が今亡くなってしまったもう高橋、ね、六さんっていうのその監督がわざわざ清水まで家まで来て大学へ、行くなら関東、なぜ関東、関東の方がスピードがあって激しい、関西はうまさはあるけどできれば関東の大学へ。それで立教から声かかったんで、もう丁重に関学を断ってで立教を受けた。でユダ一生懸命まあねそれなりに試験を受けて、でいざ発表つったら落とされたって僕は思うわけですが、向こうのサッカー関係者は杉山がカンニングしたっていう噂を流してしまった。取ってもらえるのになんでわざわざカンニングする必要ないじゃないですか。もう最善を尽くして試験は受けますと、試験がその成績があまりにも悪かったんで、申し訳ないって言うならまだ分かるけどカンニングしてどうのっていうその噂を流されて、でもう翌年必ず明治は取るから明治でよければ来ないかっていうふうにしてその先輩がさせてくれたんですよ、はい。なんと浪人時代にも日本代表に選ばれていたという杉山さんは昭和37年明治大学に進学。その頃にはすっかり代表の顔にもなっていました。そして当然もう優勝候補のって言われたアルゼンチンですから、もうその時はもうクラマーさんは何もその素晴らしいと、アルゼンチンっていうのは本当にこう世界的にもあるいは歴史的にもで今回来てるチームも一つの候補に上がってるぐらい、日本はもう本当に無名で何のあれもない、でもゲームというのは何が起きるかわからない、でも何も失うものないだろうと、日本は常に何があろうがみんな勉強で経験で体験だからマイナスはないんだから、今までやってきたことをそのゲームに最大に出すことがいいゲームにつながると、勝ち負けは分からん、ただそれは何が起きるか分からん、うん、僕のあの1点目はもうあの時は中盤からね八重貝さんとのあの時はコンビだったんでもうダイレクトでねワンツーワンツーワンツーで行って、で最後ねそのもう
まあ、スピードがあって、それをまあ相手がね、グッてきた時の、花出花をパスしてゴーというね、そのクラマーさんの教えのパス&ゴーと、でその一歩前で敵をのこの間合いの取り方、受け方、そういうのがあの成果が出たから、ボールと人がやっぱり動かなければあのダイレクトで、ボールが回るっていうことはありえませんからね、常に敵もいるわけですからね、まあ、その間合いをうまく取れたっていうのがその成果だったんで、あの同点のシュートっていうのは今でも覚えてるし、日本は歴史的勝利を達成。そしてこの試合の立役者杉山さんのもとには思いもよらぬビッグニュースが飛び込んできたのです。もうアルゼンチンに勝った時はもう我がチームっていうのはわーですよね、選手村で。でなんかクラマーさんと岡野さんが相手の控え室チーム、まあ日本はそういう習慣慣れてないから、まあ、クラマーさんさすが国際的なねあれなんで、まあ、必ず勝ち負け関係なく挨拶に行って、今日はナイスゲームだったっていうような感じで行ったらしいんですよね。で僕らもバスへ乗って、そしたら岡野さんとクラマーさんが来て、で岡野さんが「おいリーボー、アルゼンチンからスカウトあっただ」っていうような話をパッて聞いて、まったく何冗談でしょっていうような感じで。うん、そうしたら翌日もうスポーツ紙に、まあ、今までそんなのないじゃないですか、日本のサッカー界で。まだあの当時360円の時代で20万ドルの足、ね、単純に考えたって7200万で、でその当時全盛期の野球が王長嶋さんが3000万だか4000万っていうようなそういうのも載ってるわけですよね。それにサッカーなんだこれは、こんなようなでも世界はそんなのごく自然のね、金額っていうか、でも日本人からしてみれば何これ、その時はまだサッカーといったって日本の中ではマイナースポーツですからね、それにそんな7000万とかね、まあなんだこれはと、とんでもない話、こんなのあるのかっていうような、だから僕も全然信じないし、でいろんな方々に聞かれたけど、プロになるとかならないとかってそんなの考えたこともない、うん、もう日本のサッカー協会自身もそういうプロっていうね、職業になるっていうそういうのも考えてはなかったし、その当時はまだワールドカップへ参加なんていうのも協会自体も頭になかったんじゃないですか、あの環境から組織から、まあ全て、オリンピックが最大の祭典と思ってた時代ですから。だからそれから何日か経って、周りはもうなんで行かないんだ、お前一生稼げねえでとかなんとかって勝手に言いますけどね、まあ僕はそんなにプロになりたいとかなろうとかってんじゃなくて、その本当にその話が本当であったならば、その金額が云々じゃなくて、本当に自分がそういう世界のね、トップと言われるアルゼンチンのサッカーで自分がどこまで本当に通用するか、あの試してみたかったというか、ね、どっかチャンスがあるならその参加して、もし可能であれば一回トライ、うん、そこでどうなるかは別として、それでプロになるならないは別として、まあ、そういうチャンスがあったなら受けてみたかったなっていう願望は持ちましたけどね、はい。敵国アルゼンチンも認めたその左足で、杉山さんは大学生にして日本年間最優秀賞を受賞、名実ともにナンバーワンプレーヤーへと駆け上がったのです。3年の時にね優勝して、はい、まあそれはもう代表にも入っていて、その成果も評価はされたんだろうとは思うんですけどね、はい、まあまさか自分がね、あの段階で選ばれる、うん、特に、まあ、東京オリンピックで優勝候補のアルゼンチンに逆転勝ちしたと、まあ、そのうちの同点シュートもあるし、3点目の左からのクロスの最後扇が決めて逆転ゴールっていうのもあるだろうし、うん、まあ、大学も優勝してその評価も高かったし、まあ、東京オリンピックのそういうそれなりの
まあそれだけの2試合でねどうのって決めることじゃないんですが、トータルまあ割と、あの当時は多分ムルデカ大会行っても優勝はできなかったんですが、まあアジア大会もまあ3位とかね、まあそんなような、結果内容だったと思うんですがね、まあそういうトータル的な評価で、まあ学生にして選ばれたっていうのはなかなかいなかった時代ですから、はい。明治大学時代で輝かしいキャリアを築き上げた杉山さんは、卒業後の進路も引く手あまたでした。しかしサッカーの神様はあまりにも気まぐれ、進学の時と同様またしても思わぬトラブルに巻き込まれるのです。もう絶対やったと、で僕もそう思ってた。そしたらその年になって、今年は会社不景気で大卒は採用ゼロ、そう言われちゃったんですよ。で僕はもうそれまで当然そう思ってたから、先輩の連絡もそう思ってたから、何にももう他の就職活動はしてなくて、2月の終わり頃ちょうど僕がもう卒業してするだけであって、それで、静岡へ帰っていったら、藤枝で三菱と名古屋総合銀行っていう日本リーグのゲームがあって、両方に先輩がいるから、久々にね清水にいるんでなくて、じゃあ見に行こうかっつって見に行った。で見に行って、周りから両チームから、おい八幡決まったかっつうから、いやいやいや今年採用がないんですよ。いやどこ行くんだったら、いや行くとこないんですよ。そしたら両方の先輩が、何いいな、そんなの初めて聞いた、うちへ来ないか、うちへ来ないかって、それはありがたいです、わかりました、まあまた親とも相談してまた返事をさせてもらいますっていうような感じで、で、長沼さんと岡野さんに相談して、いや実はこうでって言ったら、何それはな、もうみんな八幡だと思ったよと、ね、実は今年採用ゼロですからって言ったら、長沼さんが、もうちょっと早く知ってればな、もう古川本社試験が終わっちゃったから、そしたら岡野さんが、困ったな、どっか、いや実はこういうわけでって言われたら、ああそうか、まあまあ両方いいチームだよな、まあどっちがどうだというのは言えないけど、まあお前がね好きな方へ行けばいいじゃない、誘ってもらえて取ってね採用してもらえるなら、でもまあ将来的にどうのこうのって言って、まあ三菱の方が非常にね会社もしっかりしてるし、瞑想がダメだっていうことじゃないけど、まあ、サッカーの考え方もこうだから、そういうね、強化のためにはそっちの方がいいかななんつって、で、まあ、ともあれ何にももう卒業見込み書だ成績書なんて何にも持ってないもんで、でその時人事の担当が片山さん1年先輩でいて、こうしてもうすぐ明治の就職課長のとこ行ってもらって、一緒にそうしたら、普段くんならって、ね、いる就職課長が、もう片山さんがあの時はまだ新三菱重工かな、副主任っていう名刺をピッて出したら、就職課長もうビビっちゃって、うんって、この時にやっぱり三菱っていう名前はすごいんだなと思って、それまではどうってことないのにね、でもあれだけやっぱり企業名というかすごいんだなってその時は感じましたよね。だからそういうきっかけ出会いで、だから何が何でも僕は三菱へ入りたくてお願いして行ったわけじゃなくて、たまたまそういう流れの中で、まあそういう三菱。杉山さんの入った三菱は60年代後半黄金時代を迎えました。しかし日本代表を7人も抱える最強チームには贅沢な悩みもあったのです。一度7人候補に選ば、こう代表に選ばれて遠征行って帰ってきて日本リーグして優勝できなかった年があるんですよ、二宮さんの時に。これはやっぱ7人ね、レギュラーが代表に選ばれて持ってかれて、じゃあ代表の方でこの7人が代表でレギュラーのゲームに出てるかったら、そのうちの3人か4人なんですよね。もと三菱のチームで合宿その他トレーニングするとまとまった練習ができないんで、かえってそれがコンビネーションが悪くて逆効果になって、周りからは代表に7人選ばれて優勝もできない、だから強けりゃ上手い選手だけが集まればって言うけど、やっぱりそれが常日頃のトレーニングのコミュニケーションがうまくいかなければ
なかなか要請集めでどうのっていうと難しいですよね、うん、最強チームは最高の練習を。当時の二宮監督の練習は次第にエスカレートしていきました。そして1968年、三菱は日本初の海外合宿を取り入れたのです。まあ、そういう7人もね、候補にいながら勝てなかったっていうことで、まあその翌年のシーズンはものすごかったですよ、やっぱり合宿で。でそれで初めてあれじゃないですか、単独チームで南米遠征っていうのが三菱が初めてじゃないですか。あのアルゼンチンをはじめ、あの縁があってバイスバーラーのボルシアですかね、あの当時は。でそこへね、あの短期間ね、留学勉強さしに行った。それで帰ってきて、それで二宮さんがに呼ばれて、ボルシアではこういうトレーニングとか、まあ、選手はここまではやれたとかね。それでものすごいきつくなったんですよ、中身がハードで。もうとてもじゃないしね、こんなもう連発にね、ここまでやられたらもう毎日もうブッていうぐらいのね、感じのこうね、雰囲気になって、ここまで追い込まれたらまだ我々はそういうレベルのトレーニングがついていけないと。そのうちに森と横山がこういう愚痴を言い始めて、おいリュウさん、とてもじゃない、でもこれじゃ殺されちゃうでと。そりゃ素晴らしいレベルのボルシアのね、トレーニングを取り入れるのはね、悪いとは言わんけど、個々の持ってる選手の能力とレベルに違うでとね、っていうような、こうそれで、まあ、ともかく二宮監督に言えるのは杉山さんしかいないから、なんかもうちょっと話し合ってくれと。でしょうがないなっていうことで、まあ言って、でまあそういう感じで、その取り入れるのがねダメというわけじゃなくて、もうレベルの違うね、この低いチームにこれだけのレベルを、まあ、この辺のレベルを入れるっていうなら分かるけど、こんなレベルのすっぽんね、月とすっぽんのこれは無理だよと、ね、だから僕らがついていけるね、こういうとこの、ね、内容の密度をねもうちょっと考えてほしい、うん、そんなにもう素晴らしいトレーニングをね、もうこの我々の持ってる全体のレベルの力に押し込んだってね、逆効果ですよ、とてもついていけませんって、こう、まあ、いろんな、まあね、そういうコミュニケーションを、やって、まあ、だんだんね二宮さんも、まあ、素晴らしいトレーニングを見てもそのままグッと押し込んだんだろうと思うんですがね、まあ、そうやって、まあ、だんだん話し合って、それでこう理解し合ってお互いが、それで、まあ、ともかく目標はそういうねレベルのチーム作りをしたいと、うん、まあ、それでこう割と選手とフロントとのあれも、ギャップっていうか、こういうね気持ちが少しこう丸くなって、でお互いがこうやって交流が良くなったと思うんですけどね、まあ、ちょうどそう選手が伸びて、もう年齢層も良かったんですね、割と。やっぱりこうバランスのいい年齢層ってあるんですよね、ベテランと中堅とね、この若手っていうか、まあ若手といってもね17、18じゃなかなか出れませんけど、まあ大卒でね、住む戦力でっていうのがね、21、2の、あるいは24、5の、7、8の、31、2っていうのがね、こううまくなってる、それがうまくこうなってる時は、そのチームはこう毎年ね、それなりの、毎年優勝じゃないにしても、もう常に争う。まあ、3本の指に入るとかね、うん、今で言うとね、やっぱり5本の指に入らなきゃいかんでしょうね、 J リーグだったらね、まあ、そういう維持がこうできるんじゃないですかね、うん、東京オリンピックから4年、油の乗り切った日本代表がメキシコの地に臨みました。歴史を作ったこの大会、実はこんな裏話があったそうです。ブラジルとナイジェリアがアウェーでやってるわけですね。で日本がスペインとアステカでやって、で今ブラジルが 2-1 でリードしてる、で日本は 0-0 と。で万が一負けると1勝1敗1分けで、
でブラジルも1勝1敗1分けと、そうすると得失点差になる。そしたらまた情報が入って、なんか 3-1 でリードしてるっていう。だから日本がもう負けたらもう得失点差でダメになるわけですよね、勝ち点が同じでも。それで負けられないと、引き分けりゃいいんだと、勝つと1位でも、1位になると今度は準々決勝になるというか、まあ決勝トーナメントのショップ、それがメキシコとフランスのブロックが、まさかメキシコがフランスに負けて2位っていうことになってしまっていたんで、この時点でスペインにもし勝って1位で行くと、向こうのブロックの組み合わせでメキシコと当たると、こんな条件が悪いことはない。もうフランスも強いけど、かえって2位で出ていけば、向こうのブロックの1位のフランスと強敵だけど当たると、その方がまだいいっていうようなのが、多分フロントサイドは思ったんでしょうね、その情報から見て、うん、でこれも亡くなってしまった湯口映像が後半ね、25分ぐらいから出てきて何か言うんですが、まあ、彼自身もまあ声も小さいと同時に、まあ、ステカがね 7-8 万入ってるわけで、それと彼自身が関西弁だしね、何か聞き取れないんですよね。で彼がこう入ってきたのは右サイドのミッドフィールダーで、僕はもう左サイドなんでね、で何か言ってるなっていうのは、まあ、感じで分かったんだけど、もう聞こえないんで、うんってこう、まあ、まあ井口はね、井口でまあ分かってもらえたと思うんだけど、結局分かったのはこのサイドのね 5,6 人であってね、こちらサイドはあんまりで、後で終わって構うと、お前が分かったって言ったら分かってましたよって、嘘つけって言ってね、っていうのはね、僕がシュートを打ってバーへ当たって、鎌本がシュートを打ってポストへ当たってね、それはもうベンチから見ればあの連中は分かってて、そんな器用なうまさはないですよね、うん、だからもう僕らはもうくそーと思って、あそこ入ってりゃ負けることねえななんて思ったりね、もう一生懸命なんですよ。でもベンチからはそういうね、うん、それで結局 0-0 でね分けた、まあそれがねその後のね、そういうあれにもつながったというのも結果論かもしれませんけど、まあそういうサッカーをねやれっていうのもね、点を取ってはいけない、取られてもいけないね、取られてはいけないっていう指示はあるけどね、取ってはいけないっていうね指示はね普通ないですよね、うん、だからまあ今までのサッカー人生でね、そういうゲームをねもう一度なんていうことはありえないと思うんですよね、うん、まあそれがまあ面白いエピソードであるしね。大会前、クラマーさんは選手全員を集めて激励の言葉をかけてくれました。その言葉は今でも心に強く残っているそうです。もう西ドイツもね、まだ銅メダルなんて取って3位まで行ったことない、うん、で日本の歴史はね、東京で8位、もうベスト4なんだと、だからもう塗り替えて、歴史をもう塗り替えてんだと。しかしここでね、もうワンチャンスで銅メダルを持ってね、行くか行かないかはまた日本のね歴史の1ページで、また君たち自身もね、メダルを持って帰る帰らないとかね、もうあらゆる面で違いがある、うん、でこれはもう終わったことで、もうそれはもうすんなりもう認めざるを得ないんで、まあワンチャンスを頑張れた。でそれはね、やっぱりそこでも何も日本の歴史から見ると失うものはない、得るものだ。でそこでパチンと出たのが大和魂だよね、うん、一度見せてくれと俺に、うん、見たことない。うん、あの場面はね、もう、まあ、相手もね、こうゲームでね、やっぱりすごいね、当然当たり前ですよね、どの指導者もね、もう日本の特徴はどうであってどうだと、こういうのには気をつけろ、もうやっぱりかなり僕のスピードっていうのは、やっぱり脅威を感じていたんでしょうね、その前の3試合を見てね、だからまあ結果的にはものすごいこの縦のね、厳しさ。それと、まあ、スイーパーとかリベロっていう時代ですから、この辺のねカバーリングが
あの右サイドよりも非常にこうね先手先手の壁をね、だからなかなかこう突破ねしにくい理論もあったんですが、まあ、結局そういう脅威があったもんで、まあ、たまたまああいう感じで行くと見せかけて切り返してその後中へこうクロス、まあ、あれも一発目はね、まあ自分でもしてやったりと思いましたよ。それはもう鎌本がカーッと斜めにねニアへ入ってきてもう僕がこう行ったのがねもうそのまんまドーンでしょ、あのリズムね、まああれをもう一度やれってなかなかできるねあの局面ではないんですが、まああれはその日頃の練習のその一つで、あの一つがまた鎌本がまた決めるというのが彼の偉大のストライカーなんですよ。日本は銅メダルを手にしました。そして忘れてはならないのがもう一つの勲章。割とあの国際試合でも割と日本人っていうのは海外のチームから見るとやっぱりまあ要するにフェアプレーっていうか紳士というか逆におとなしいっていうかね、うん、割とおとなしすぎると、うん、まあ国民性っていうのもあるのかもしれないけど、まあ他の国っていうのはどちらかというと血の気の騒ぐというのがね、いい面もあるし、まあそういうのは割と日本人っていうのは、我慢強いっていうかね、個人の人間はちょっとすぐ熱くなるやつもいるにしてもチームとしてのこう冷静さっていうのは割と国際試合でも少ないんじゃないですか、こうペッとこう火がつくような。メキシコの最後にクラマーさんが、だからでもその当時ずっともうクラマーさんが日本にも素晴らしい大和魂があるだろう、それを見せろ出せって言われた時はなんで俺ドイツのドイツ人のクラマーさんにこんな大和魂ってねそんな理論が、それはもうドイツにもねゲルマン魂日本にも素晴らしい言葉だがあってそれを一度見てみたいとかね、厳しい言い方でうまい表現で言いますよね、だからそれはやっぱりいい指導者っていうのはいい、言葉会話、ただ頭越しに怒鳴るんではなくこのユーモラスのあるあるいはそういうねユニークなあの表現力ってねすごいなって思いましたね。1973年、日本が世界に誇る快速ウィングもついにスパイクを脱ぐ決心をしました。僕はだから32で今引退したんですが、30の時にもう代表に入ってたんですが、その都度ね候補からまあ、はい、で30の声を聞いた時に代表のゲームで90分っていう体力が自分で俺も90分持たない70分からまあ75分っていうか要するになもう90分持たないと最後の15分20分きついよと、でまあ自分なりの理論でしょうけどね、あ90分走りきれないようなやつは代表じゃねえとね、やっぱり90分うまくプレーができたできないじゃなくて90分走りきれないような、45分出りゃいいとずっとレギュラーで出てきてねずっと頑張ってきて出させてもらって、それでまあ自分のプライドもあったかもしれないし僕個人がねともかく90分きついと、あこれ90分、まあ、90分維持できないような代表じゃちょっとなもう次のがそういう頑張れるやつに技術的にはテクニック的には多少ね自分のポジションにおいては自分の方がねあるのかもしれませんけど、まあ、個人として、まあ、ともかくそれができないなってで僕はもうその時の二宮監督にもうそういうことなんで代表はもう降りると辞退します、まだやれると頑張れやと、いや三菱を辞めるって言ってんじゃなくてもう代表を降りるとそういう気持ちがあるんで言ったらまあそうかお前が言うと頑固だからなしょうがねえなっていうようなことでじゃあ記者発表せと協会にもねそう言って記者会見せと、代表は辞退おりますと言うから、いやそんなの今だかってないじゃないですかとね、八重樫さんもないし平久さんもないし今までの選手もないし、
なあって僕だけね、会見開くなんてとんでもないですよ、うん、いやそこじゃないと、鴨本杉山は違うんだと、うん、まあ、とにかくで監督があまり言うもんで、まあ、会社のね立場としてもやっぱそれはやっておきたいと言って、まあ丸の内のね、まあ、一つの会議室でやったんですけど、そのドリブルで世界をうならせた杉山さんが新たな挑戦の場所として選んだのは地元静岡県の2部リーグを指揮することでした。ローンのグラウンドでナイター設備があって、で僕が行っていろいろこうやって、会話をするようになったら、監督今の時代は当たり前だっつうんですよね、県の2部リーグは。僕は三菱であれだけのいいチームが専用のグラウンドは持ってないわ、日替わりグラウンドじゃないですか練習がね、その当時は僕らは。だからもう週に2回ぐらいなんですよね、千歳船橋にあるローンのグラウンドが。それはもう重工のグラウンドじゃなくて三菱のグループのグラウンドで、だからそんなことでもう日替わりのこう練習会場でやってたぐらいで、今のこの若い小僧は何を考えてんだもんだ、もう身分そうにものを言えつってね、だからもう年齢のギャップではなくてね、サッカーのもう考え方が次元が違うんですね、当たり前と。もうそれからどん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 いろんなものが出てくるんですが、もうとてもじゃないけどね、あこれやっていけないなと思ったね、僕はこの今の世代のサッカー。もうその当時の子供はもうみんなもう少年だからやってますからね、で僕が行って教えたらもう基礎基本がもうベースですからね、僕が代表に入ってクラマーさんに教わったのが、だから彼らはもう子供の時からやってるからそんなのもう耳にタコが張るほど分かってんだけど、でも性格っていうとできないわけですね、だからそれが大事だと、ね、頭で分かってるけど体が分かってないじゃないかっていうのが正論なんでね。サッカーを通じてものすごい人を知る仲間というか友達というか、それを得たというのがやっぱ僕の何も変えられない財産でしょうね、今はプロ化になってますからね、もっと早くやるね、もう中学じゃなくてもう生まれて、だからね、一時はね、まあ、この間ねたまたまね、七海が引退して、まあ余談ですが七海が、まあ、夢の中まで左足って、僕らのね時代のね選手って代表のレベルでね若い頃ありましたよ、親から言われて、自分の女房にも言われましたよ、日本リーグのお父さん昨日寝言言ってたねって、その時にサッカーのこと言ってるってやっぱりそこでシュートだとかね、もっと寄せろとかってね、やっぱ寝言で言ってるって、だからもう自分では分かりませんがね、だからやっぱりそれぐらいね、寝言でも言えるぐらいね、それにこうね、普通ならまあそういうふうに言いたいですね。だから七海が今度ね本を出すで、夢の中まで左足ってああそうかでね、ベッドを蹴っちゃったとかね、ありますよね僕らも、だからそれぐらいねやっぱりもうちょっとこう、まあ何でもいいから、バカになってほしいねサッカーにね。でサッカーを通じて得るものってね、やっぱサッカーを引退したらね、サッカーを取り除いたらね何にもないんじゃなくて、やっぱサッカーもすごかったけどその後社会で人間的にああっていうふうになればね、また勉強、常に勉強ですよね、生きてる間はね、これで満足、ここでいいって言ったらもうそれで終わり、もうそれ以上伸びませんわ、常にこう一歩ね、引いてっていうのは意識的に引くことはないですが、やっぱり謙虚に捉えて常に一歩前進っていう前向きなね、精神を持っていないとやっぱりそこでボケてきちゃうんじゃないですかね、はい。日の丸を着るっていうかね、代表というやっぱこの重みね、 あるいはまたそのプライドね、それを自分たちが思うならね、やっぱりピッチでね、やっぱりその行動で示してほしい、死ぬ気で、そういう姿勢、試合だからもう勝ち負けあるんで、
結果論もあるけど、やっぱりこう見ててね、なんで諦める、なんであそこでもっと体張れない、なんやっぱ 怖がってんのかな、足の一本ぐらい折れても死にやしないだろうとかって、やっぱりそれがね、多分ね、時代の文化というかやっぱ教育に違うからね、そこまで言い過ぎちゃうと、うん、やっぱり昔の人間かってなってしまうんだろうね、今の現代っ子にはね。僕人生そのものですよ。サッカーで僕はここまで人間的に育てられた、仲間から同僚から、うん、サッカーやってなかったら、いや他の競技やったことないんで、分からないね。サッカーってね、僕映画だと思うんですよね。ボールを持ってる時は主役なんですよ。ボールがない時には脇役なんですよ。でもいいドラマ、いいサッカーっていうのは脇役がどう頑張るかによって主役もまた引き出せるし、また目立つし、だから、ただ映画のようにやり直しは効かないんでね、だから絶対僕そう思って、こう見方もね、そういうふうにこう昔はそんなの思わない、ただ何気なく見てるだけだけど、あの主役がいい主役を演じられるのは脇役があって演じられる、あの脇役がヘボだったら主役もあそこまでいいドラマは描けない。変わるからね、すごいからね。フジテレビはフジテレビ2、フジテレビネクスト、4月1日スタート、ワンツーネクスト。ビッグなライブが充実、興奮のスポーツも見逃せない、お任せください。フジテレビ721と739。 2009F1 グランプリ、今年は金土日オールセッション生中継。レミオベストスペシャル、音楽と歩んできた奇跡。 K-1 ワールドグランプリ2009 in 横浜。 CS 初登場、ホームアンダーウェイ。爆笑必至、小林剣道の滑らない話。劇場版アニメドラゴンボール Z 4作品をお届け。いよいよ開幕、2009 J リーグ山崎ナビスコカップ。ワールドカップ欧州予選、スペイン対トルコ。スワローズベースボールライブ2009オープン戦。東京マラソン2009を生中継。バレーボール V プレミアリーグも生中継。新作から名作まで今月も充実のラインナップでお届けします。お問い合わせはご覧の窓口まで。文脈銀河0809シーズン、フジテレビ739ではヨーロッパトップリーグ、ブンデスリーガの戦いから毎節日本人選手所属チームの試合を中心に生中継。マイスターシャーレをかけた熱き戦いを見逃すな。放送カードの最新情報はご覧の URL まで。人体に存在するおよそ600の筋肉、この番組はあらゆる筋肉にこだわり、鍛え上げた筋肉がいかに美しいかを徹底的に考察する、筋肉好きによる筋肉好きのための筋肉プログラムである。昔、空を飛べないのが彼の悩みでした。しかし今、南極の氷が溶け出して居場所がなくなってきたのが彼の最大の悩み。地球温暖化防止、言葉だけでは止められません。私たちができること、ストップ温暖化衛星放送協会。変わるから
ね、すごいからね。フジテレビ1、フジテレビ2、フジテレビネクスト。